はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリーです。さあ本日なんですが、皆さんには史上最強究極のコンボをねお見合いしていこうと思っておりまして、この最強モンスターご存知ですか？インフェルノクイーンサーモン。サーモン何回こするんだお前みたいな話なんですけども、サーモンまだまだこすっていきます。私はめっちゃ好きなんでこのモンスター、インフェルノクイーンサーモンさん、レベル5の水属性モンスターで、召喚特殊が成功したら、なんか、夫を出してくるっていう効果がありましてですね、これの効果と、今回は何を組み合わせてるかっていうとですね、前回は、ミカドデッキ、アイテールとかからこれ出してくるみたいなね、クソみたいなデッキを作ってきたんですけども、今回は、それよりは強い、リヴァイアさんの、ギミックと組み合わせております。なんでかっていうと、これレベル5の水属性でございましてですね、お互いに、アトランティスで、出すことができるというね、そういうシナジーがあるんですよ。なので、ここ相性が非常にいいと、いうことと、あと、シンプルにフィサリアからもね、両方とも特殊ができますので、割と相性がいい。トレボラとか、翡翠のね、トレボラとか入れてもいいと思いますけれども、ちょっとトレボラくんが、ちょっと、愚かなその制限によって結構なんか引っ張ってきづらくなっちゃったので、今回ちょっと一応スモールワールドを採用します。ウニの軍艦を経由すると結構全部にアクセスできるっていうことに私は気づきました意味不明。はい、でちょっと誘発とか入れるわけなかったんで、無限雇用クラッシュ入ってないんですけども、見せたい動きはね、このリヴァイアさんで相手の展開を、制圧して、で、インフェルノクイーンサーモン出していくってだけなんで、簡単だと思いますんで、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。リヴァイアさんは来ている。これ普通にリヴァイアさんムーブするしかねえか。ちょっと一回、金満で謙虚なツボ発動からだな。はい。エクストラはね、なんかそんなに、そこまで重要ではないので、なんかなんだ、合金用になんかめちゃくちゃいっぱい同じようなカード入ってるんですけど、さあとりあえず6枚めくって、アビス、フィサリア、無限、アトランティス、アトランティス、アビス、フィサリアしかねえかな、さすがにフィサリアだな。フィサリアで、はい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 、で一応アトランティスの戦士ぶち込みます。でアトランティス持ってきます。アトランティス発動で、レベルが1個下がってるんで、フィサリア召喚しながら効果発動、海墓地送って、これ無限法要って言われると詰む、危ないドラップカードに耐性ないんで、このクラゲ、このクラゲは一応魔法カードとモンスター効果も無効できるんで、うららとか、そういうの止められるんですけど、トラップカードに一切耐性なくて無限法要にめっちゃ弱いっていう、弱点で、今ティアラベッツが流行ってる無限法要めっちゃ入ってるから、割と踏むということだけ言ってます。はい、そんなにだから過信してはいけない。それが怖かったとしても、でもリヴァイアさんに無限砲撃たれるのはあんまかんので、結局はなんで、どっちにしてもどっかで踏みますね、無限砲撃は。ふうわ、やばいやつ来たちなみにリヴァイアさんがいるんでね、今水属性以外は御前試合的なことになってるんで、これ出てくるとしても闇以外なんですよね。あ、スクリームか、確か。ルルカロスが水属性だったかな。ルルカロスで人はあんま関係ない気がするけど、先行この盤面を決めることができれば、言うてね、そんなにどんなレッキでも怖くはないかなとは思うんですよね。でデビフランケンの効果を、発動し、あちらに拮抗勝負とかめっちゃ辛いし、トラップカード系、トラップカード系めっちゃ辛いし、無限法要、拮抗勝負あたり、魔法モンスターは別にどうとでもなるんですけども、デビフランケンは無効にしていきましょう、一応念のため。ミラージェイドとか出てくるかもしれないしね、もしかしたら。ターンしろ、 OK。 ミラージェイド出せんだっけ。アビスシャーク、アビスシャークか、アビスシャーク強いな、アビスシャークか、アビスシャーク強いな。アビスシャーク特殊召喚したいんで、なんかある、さあどうする。ゾウジ、ゾウジは当たり前に無効にしていく。ハカナでいいかな、魚で向こう。一応ハーフにとか言われるかもしれないんで、一応ね、フィサリアの、効果を残しておきまして、どっちにしても魚があるんであれですけど、はい。で、アビスシャーク特殊化成功すると3から5のね、魚族を持ってこれるんですよ。3から5の。そう、3から5のね、そう、フィサリア効果発動。そう、フィサリア効果によって、敵から海を墓地に送り、あらららろう、インフェルノクイーンサーモン
こがぞう見よう圧倒的お宝軍団うわー最強何このデッキ何このデッキ対戦ありがとうございました。シャケビーム、シャケ最強っていうことでいいですか。ちなみに診断で皆さん一番その使ってるカード何ですか。新パック出て、僕ね多分ねマジで森抜きでインフェルノクイーンサーマーだと思います。あ、裏だね。あ、いいよ、全然いいよ。全然いいわ。なんでかっていうと、アトランティスの選手は耐え違いからですね。2回発動できますんで。回してください。アトランティスの選手の効果を発動するぜ。アトランティスの選手の効果によって、海をもう1枚持ってくるぜ。そして、伝説の都、アトランティスを発動。アトランティスを発動すると、なんと、手札のモンスターのレベルが1個下がる。いけイーベルドックインサーモン超過成功地効果ゾーンおっと、なにまあ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 、まあ、墓穴、ぶち込みましょう。言うてね、墓、増字裏の普通に効くんで、言うて重いんで、展開に効果寄せてるんでね、もうちょっとわらび系の、リバヤさんを、なんかそのサポートするような、まあ、リバヤさんでビートするみたいなデッキにするとなんかね増人もそんなに重くなかったりするかもしれないですけど、まあ、今回の構築めちゃくちゃ増人重いんで、アビスシャーク特殊召喚はいでちょっとロックがかけられないんで今回の場合はなんでランク42体にする感じですかね。はい、まあ、一旦ちょっとクラゲちゃん出しに行きましょう。これエクシーズ素材が取り除かれないっていうなんかそのバグってましてこのモンスターこれちょっと若干ねジェノサイドキングサーモンとは相性が悪いですかね。はい、まあ何を言ってるのか分かんなかったらごめんなさいなお前は何を言ってんだみたいな。あ、これランク下がってるからあれなんかな。ランク下がってるからあれか、ネフィル出せないのか。まあクラゲクラゲでいくしかなくね。もう圧倒的クラゲ地獄ですよ。ここちなみに耐えちゃいんで一応破壊は2回できます。はい、耐えちゃいません。クラゲに破壊効果にね。さあかかってきやがれなんか鮭とサメから急にクラゲ出てくる意味不明なデッキだけどな。ああ海の海洋生物ご利用してき何消した方が良さそう。まあ、処理後でいいか。処理後、まあ、どっちにしてもだねこれね。どっちにしてもだがどっちにしてもではある。とりあえずねどうしよっかな。どこで破壊しようかな。まあ、割と破壊は2回飛ばせるんでスプライトあったらまだ、まあ、ちょっとティアラメンツじゃなくてよかったと今ちょっと胸を撫で下ろしてる自分がいます。はい、これ日本語合ってます。2体でマスカレーナか。なるほど。一応破壊しておきますか。ちょっとめんどくさいので、一回君死んでもらって、はい。ゆひゅい。アトランティスでさ、打点さ、ちょっとだけ上がってんの面白いよね。ちょっとだけ2100打点になってるよ、クラゲ。着替える効果、もう送るカードないんじゃない。あれ、なんかそれやっちゃったのでは。それやっちまってんじゃねえか、それ、おい。おい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 、どうしたスプライターくん、やっちまってんじゃねえか。とりあえず愚かな服装を発動するぞ。愚かな服装の効果によって氷結界をもちろん振って、これちなみに、ティアラメンツ被害者の回です。これこのデッキも愚かな服装とかいうカードが、言ってしまった結果氷結界を、墓地に叩き落とすのがあまりないため、なんとですね相手の、あ、でこれ避けてよかった。あ、でもシャケそんなだわ、入ってなかったわ。ジェノサイドキングが1枚しかなので、リヴァイアさんを発動。まあ、これでよかった。で、シーステルスアタックを持ってきて、でバトルフェイズですねこれマジでティアラメンツのせいでさ、愚かなクソとか言うからなくなってんだよ。1枚しかおかしくねえか、あのクソデッキ。ふざけやがって、俺たちの海が
環境破壊だよ。海洋破壊だ、海洋破壊。マジで。あの時海洋破壊だよ。海を破壊、自然破壊。本当は良くない。マジで愚かな、クソを返せ。これスプライトに言ってもしょうがないか。意外とさ、あのリヴァイアさんがやっぱ強いから、普通にそのなんかポンって出した瞬間に相手のなんか盤面を掃除できるパターンがやっぱかなり強いですね。はい、まあ高校もまあ割と分かれなくはないみたいなとこあるよ、このデッキ。パンクムーブか、オッケー、いいでしょう。そこカオスルーラーじゃないんだね。え、やばやばえ、あーあー、マジでマジのうんこムーブしてんじゃん。マジうんこムーブ。これ何、これ、爬虫類、爬虫類図だと。何、バカな。これもしかしてあれか、レプテルスブームぶち込んでくるやつか。やばい、そのデッキはやばいやばいことが起きそう。まずいことが起きたぜ。やばいんじゃねえの、ラプテレ、レプテレスラビアはやばいんじゃねえの。あーカード引きすぎでしょ、何枚でなんだよあいつ、やばすぎる、助けてくれ。ああ、でもこの爬虫類しか出てこれないから、メルジーヌしか出てこないね。そうだね、メルジーヌしか出てこれないが、がだな、いやただ普通にゼロオールがガチでやべえ。これなんか A カウンターが置かれてるモンスターなんか全部バスブレイみたいなことしてくるんですよ。なんか守備用になって効果が増加みたいな。ネクロバレー、いやー、まあ、そんなに刺さらないか、ネクロバレーは。バレーはそこまでみたいなとこあるな。いやこれワンチャンさ、これアトランティスリヴァイアさんムーブ通ったら結構分からせれそうな気がするけどね。で、俺のターン、ドゥルー。愚かな服装。なるほど。これ怪獣持ってこれる可能性はあるぞ。で、愚かな服装をぶっ込んでいく。てかこれ、普通にさ、あ、どっちか、まあ、まあ、あんま関係ないか。まあ、一回ちょっと怪獣を。あ、うららね、オッケーオッケー。まあ、うらら、オッケーオッケー。まあ、うららはオッケー。ここで打たせた。まあそれは引いてるよね、1枚ぐらい。あんだけ引いたら。まあ、あとはですね、アトランティスリヴァイアさんの動きが通るかどうか問題なんですよ、結局。もうそれだけ。アトランティスの戦士の効果を発動。海持ってきます。なんかありますか、海持ってきます、なんかありますか。ないです。オッケー。海発動は許される、許されるか。これが許されると意外とあるぞ。召喚無効ありますかと、召喚無効ありますかと。よっしゃ、お前一体にしろモンスター、バカ誰が。つえリヴァイアさんは召喚に、召喚無効がなかった場合はすぐ即座に効果が適用されて、そうなるぜ、強すぎきて。惑星汚染ウイルス、まあ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 、まあ、言うてそんなもう遅くないかっていう話あるな。うん、いいだろう。まあでこれで、エイリアンカウンター、お金でもさ全部破壊される。リヴァイアさん破壊されるが、一応シーステルス2持ってこれるので持ってくる感じだな。これ持ってきて、で次のターンインフェルノクイーンサーモンから切り返していく。いや相手この展開に相当エクストラ使ってるから、そんなにね、もうどでかいモンスター出てこないと思うんですよ、ね、相手多分ですけど。いやそんなでしょ、いやパンク全然いいわ。もう言うてカオスルーラーとかそんなもんだろ多分。ノーパンク、セアミンウオと、の効果発動してパンクマサ持ってくる。まあそこに何もありません特に。はい、で北斗チューンいいでしょう。でディアノいいよ。手札見せてどっちか出す効果、ああいいよいいよ全然いいよ。いや言うて知らんだろ、さすがに8000は削りきれんはずや、あのデッキ。あそっちなんだ、なるほど。8、あやばい、8、9、10、11、まさか入っているとか言うの、言うのか、はい入っているというのか、何やばい。ちょっと待って、あやばいやばいやばいやつ来た、やばいやつ来た。いやでも一発殴ってくれたら、いや一発殴ってくれたら殴って、うわーきめー、き
悲鳴、海、まあ、でもまあ大丈夫だ。あの、システル2は海だ。バトルフェーズ入る。殴ってくれたらあるよ。殴ってくれたら効果を受けるなとか全然ある。オッケー。殴れ殴れ殴れ。ロクセさんのことだろ。殴れよ。うわー、きちい。いや、殴ってくんないわ。きつすぎる。あまりにも。無理かもしんねえ。くそが、脳死で殴れよってめえ、くそー。絶対抜けねえ。ちょっとネクロバレー、意外と怪獣持ってこれって刺さってましたね。